さあイベント2日目回していきましょう。よろしくお願いします。で今日使っていくのはもちろん金ポスト。ちなみにね、今日は甘酒7個もあるので、いや結構頑張ったね。2日目にしてこの追撃のあのミッションが終わったので、新しい履歴書が届いてるよ。追撃となんだっけ、ちょっと待って、ここですね、追撃、あ、撃墜と、ここで、まあ、甘酒を獲得。あとは、この防衛で甘酒。これで計6個手に入れたので、まあ、マックスまで一応取りました。まあ、結構、これ取るの自体は簡単だったんで、よかったな。よし、頑張ろう。金ポス使ってんな、オッケー。じゃあ、まずは妖精の封筒から使っていきましょう。はい。この中から一人だけ選ぶ、この人を採用するの。まあ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 、採用決定、了解。じゃあ今日のデイリー回していきましょう。よろしくお願いします。社長、新しい履歴書が届いてるよ。ちなみに今はジブリール狙いで、あ、守備の確率強化中なの今。ちょっと待って、そういうことか。社長様、間違ったな、昨日間違ったな、読んでなかった。ちょっと守備取るのに切り替えますということで、ゆりた先生に、守備を取ってきてもらいましょう。そういうことか。よし、じゃあ守備を取ろう。社長、これだね、新しい履歴書が届いてるよ。星5の弓を取りに行こう。この中からこの人を採用するの。10玉ありです。オッケーオッケーオッケー。ちなみに今日は甘酒をぶっぱしようと思ってるので、ぶっぱしていきます。この中からこの人を採用するの。リン・マナカです。採用決定。今回採用した人はこの人だよ。この中からこの人を採用するの。採用決定。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、社長様、ちょっと待ってくれ。あまり良くない。あまり良くないぞ、今日。ちょっと待って、これ使ってないか。マジ？今日の履歴書は確認したみたい。どうしようか。シャインストーンがもう少しあれば、いや、甘酒使ってこう。新しい人を採用できるよ。これ。この中、この人を採用するの？リン・マナカです。採用決定！黒封筒すら来ないんだけど。今回採用した人はこの人だよ。オッケー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 。だんだん乗ってきた、だんだん乗ってきたぞ。この人を採用するの。お邪魔します。ああ、すごい人を採用したね。全然すごくねえよ。さすが社長、頼む。この中、この人を採用するの。オッケー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 。キサラギよ、落ち着いて、落ち着いていこう。すごい人を採用したね。さすが社長、この中から一人だけ選んでね。全然関係ないけどノマドが出たわ。この人を採用するの。選び直すことはできないから。ノマドアニヒルと申します。なんでノマドアが出るのかわかんないけど、すごい人を、ね、ノマドア出たわ。さすが社長、やったぜ。さあラスト引いていきましょう。この中から、あれ、なんで、なんでノマドア採用するの。リタードレイシーで採用決定。了解。オッケー。社長様、オッケーでしょ。まあちょっとね、コラボキャラは手に入らなかったんですが、まあノマドアをね、手に入れることができたということで、じゃあ早速、ノマドア使っていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。まあちょっとね、趣旨がだいぶ変わってしまいましたが、まあいいでしょう。そういう日もあるよね。なんでノマドアが急に出てきたんだ。まあ、そういうことか。ゼロポストの方がいいのかね。まあノマドは出たのは嬉しいけど、ポストはあのままでいいのかが若干ちょっとわからないな。いやーでも嬉しいな、ノマドは。ノマドはか、いいじゃん。普通にいいじゃない、ノマドは。じゃあノマドは使っていくか。入手順にしてノマドア入れましょう。お任せください。じゃあ早速ノマドアの
戦欲へ行ってみましょう。いやまさかね、ノマドアが出るとは思わなかった本当に。ファイターのノマドア EP1 のみですね。なるほどな。戦闘ですか？腕が鳴ります。いやでもこれは嬉しいっすね。ノマドア出たのは本当に嬉しいよ。じゃあ会話はスキップするので、読みたい方はまあ 0.5 倍速とかそういうので見ていただければ助かります。ちなみにノマドアの社員クエではミカエルが出てくるみたいですね。いやノマドアかちょっと予想外だなマジで。全然予想だにしてなかったキャラが出てきた。我こそはノエムにしてバルキリアの騎士ノマドアの名。いや嬉しいけど、まあ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 、コラボキャラはまだまだね、あと12日間もあるので、そこでじっくり手に入れていきましょう。今はノマドアを手に入れたことを祝して、まあしっかりね、今後もイベントを回っていきましょう。少しだけ上手だったノマドアかマジでなんでノマドアなのかわかんねえな。弓募集にしてるしノマドア確率アップでもないはずなんだが。逃がしません。あ、嬉しいね。この程度で剣を握るなど身の程を知るがよい。てかアンと絡みがあるんだノマドア。てっきりケモミンだから。ああ、そう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 、エルザとなんか絡むのかなと思ったら。これノマドアの専用武器結構かっこいいね。さあエルザ私持ってるんでね、ノマドアと組ませたいなエルザ。撤収ですね。いいね、なんかノマドアとエルザのコンビいいね。シンツさんも出てくんだ。こいつも欲しいよな。でココちゃんが出てくると、ココちゃんが最後の敵なの。なんかエルザが最後の敵でいいような気がする。こちらの方が少しだけ上手だったみたいですね。いやでも今日ちょっとコラボキャラ引けなかったのはマジで悲しかったんだけど。ノエムにしてバルキリアの騎士。まあノマドア出たのは嬉しいな。覚えておくがよい。本当に純粋にノマドアはまあ剣士ということもあってかなり使いやすいと思うので、まあ良かったんじゃないでしょうか。かなりかっこいいね絵も。いや嬉しいなちょっと別の意味で嬉しいわ。はい、それではご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。今後も11月30日までしっかりねイベントを回ってコラボキャラ2人ゲットしていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまたね。